マネトは、紀元前3世紀の古代エジプトの歴史家、神官、プトレマイオス朝に仕えたエジプト人であり、ギリシア語で著作を行った。歴史書、アイニュープティカで示した時代区分は、現代もエジプト年代学の基礎となっている。マネトは、ラテン語による名で、マネトーとも表記される。ギリシャ語系では、マネトーン、またはマネトース。マネドは、エジプト人であったが、 彼の時代は、ヘレニズム系のプトレマイオス朝の時代であり、彼も、プトレマイオス一世二世に仕えたため、ギリシア語で著作を行った。また、神官として、ヒエログリフも解読できたと見られ、その能力が著作に生かされたとみられている。マネトの著作は現存しておらず、断片部が引用されてその内容が知られている。代表的なものとして、アイギュプティカがあり、 古代エジプトの時代区分はアイギュプティカに基づいている。その他にもマネトが記したとされる著作も現存しておらず、中には彼の著作かどうかも不明なものもある。ありがとうございます。